はい、よいしょ。箱の抽選、ちょっと箱の抽選のレコーディングが別になります。よいしょ。多かったら3人だけの順番にしてレリック全員抽選。ああ、それもありですね。まあとりあえず10枚入ってることを祈るしかないですけど、まあサインが11になったら余計おかしくなるんだね。サインが10でレリック1とかだったらいいんだけど。まあでもシモンさんの、はい、意見はいいと思います。そうなんですよね、200個目開けた時になんでね。まあでもシモンさんの、はい、前もね、確か店長そんなような感じでしたことがあるんですね。なんかちょっと多く入ってるプロダクトがあった時にそういうやり方をしたんですよね、はい、空箱の抽選します。はい、とりあえずサイコロ2つ打って足した合計ランダマイズですね。はい、1と3ですね。で4回ですね。でこちらね、ランダマイズもう1回かけて、で、4回目に1と2に来た方に空箱をお送りします。ね。1、2、3、4。はい。りょうちゃんさんですね。それと SA さんでした。よいしょ。りょうちゃんさんと、よいしょ。SA さん。はい、そうですね、次はそうしたいと思いますね。ゆうきゅうさんのね、ゆうきゅうさんとシモンさんの意見ね、それが一番まあベストかなと思います。いやでも多いのなんてあるんだ。もうきっちり10枚入ってるのね。じゃあちょっと、カード避けて、はい、2ケース目すぐ行いますんで。前開けた時はね、なんか変なスパイクのなんかレリックかなんか出たんだよな。2018の時だった。ちょっと待ってくださいね。130結構使うんで。はい、よいしょ。ああそうそうそう、ベニテンのスパイクだ。あったね、あったね、そうだそうだ、楽しかったね。ね、もう何ケースでも持ってこいやって感じだったもんね、あの時はね。よいしょ。でも何回、3、4回やったよね多分ね、あの頃もね。